岐阜県では27日、新たに522人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。先週の金曜日と比べ、112人の減少です。地域別では、岐阜市で115人、大垣市で48人、各務原市で38人、土岐市で32人、美濃加茂市で29人、多治見市で22人、蟹市で21人、恵那市で20人、瑞浪市で16人、高山市、瑞穂市で各15人などとなっています。また、入院していた関市の70代男性2人と90代女性1人の合わせて3人が死亡しました。26日時点で県内の病床使用率は 30.9%、重症者数は0人、宿泊療養施設の使用率は 28.5%、自宅療養者数は3050人となっています。